いや、めちゃくちゃ斬新ですね。これ初めての形ってことですもんね。最初はやっぱこういう斬新な形のギター持った時って重さのバランスが一番やっぱり気になるところで、この辺が出てるギターってこっちに下がっちゃったり、まあ、ヘッドが下がっちゃったりみたいなバランスが結構難しいんですけど、持ってみたら意外とこの真ん中でバランスが取れてくれるっていうのがびっくりして、見た目より弾きやすいっていうのはすごい第一印象で思いました。フェンダーのテレキャスと、ストラットを家で使ってるんですけど、結構なんて言うんだろう、その間を行くような印象というか、まあ、一言で言っちゃうと今っぽい音だなっていうのは思ったんですね。ただ今っぽいってなんだろうってこう思った時に、やっぱりその確立されたストラトキャスター、テレキャスターとかあるものの間を行くものが今っぽいのかなって僕としては思ってて、まさになんかそんな感じのギターかなと思いました。でその見た目の奇抜さと違って、パッて弾いた時にもうな、急にこうなんか自分の得意なブルースのフレーズが出てくるようなザ・フェンダーな弾き心地がありつつも、なんかその間を行ってる今っぽさっていうのがすごいバランスがいいなっていう印象です。すごく大事な部分ってピックアップだなと思って、このピックアップ、これもやっぱりプレイしたことないような音色というか、まあ、太いんですけどすごい太くて自分のなんか指弾きのスタイルもバッチリ合いつつも、エフェクター乗せた時のパキッとした前に出る感じとかは温かみあるだけじゃなくて、まあ、パワーもあるし、そういう音の輪郭もすごいはっきりしたギターだなと思いました。結構僕カッティングよくするので、カッティングする時に指弾きの太めの音も好きなんですけど、それだとやっぱりカッティングの歯切れがなかなか出せないんで、まあ、その時にこのボタンを押すとかなりそのシングルっぽい音色になって、個人的に好きだったのはこれ押してハーフトーンにした状態のカッティングとかはめちゃくちゃ良かったです。結構1台でいけちゃうような仕様かなと思いました。オーバルのギターに求められる音色ってで、イメージがついちゃってる音色というよりは、やっぱりその時代その時代の音を取り入れていくっていう面が強いと思うので、そういう意味でオーバルでこれからすごい活躍してくれるギターなんじゃないかなと思ったので、まあ、大きいステージ持ってって鳴らしてみたいなとちょっと楽しみに思ってます。今って、まあ、ジャンル問わずミックスされたものをやるギタリストの人多いと思うんで、まあ、そういう人にはすごいおすすめかなと。このスイッチを押すだけでかなりその音色変わってくるので、自分の好きな音色組み合わせで見つけられるんじゃないかなっていうのと、まあ、あと卓録でも結構その幅広い音色求められると思うんですよね。一つの音色ってよりは結構いろんなパターンのギターを入れたりすると思うんで、多分そういう時にもすごく役に立ってくれるかなと。あと個人的に最近アームにハマってるので、アームがついててくれてよかったっていうところですか。美味しいポイントにいるギターだなと思いました。これね、まずルックス、まあ、見ての通りなんだけど、ボディの形がね、今までのフェンダーになかったっていうね、まあ、これが最大の特徴だと思うんですけど、こう楽器だけ見ると大きそうに見えるんだけど、実はこう体にフィットするっていうか、一度スッと入ってしまえばなんかね、全然違和感なくっていうか、馴染んでコンタクトもしっかりこうガツッとされてて、この細かなこの処理の仕方とかも気が利いていて、痛くなくてサラサラしてて素晴らしい演奏感だなって思っております。実際トーン、音なんですけど、まあ、気になるところなんだけど、これハムのピックアップがガツッとこう乗ってて新しいなっていう、まあ、ここで音色がジャズベともまた違う、ズドンと張りのあって低いところもしっかり出るっていう、落ち着いたトーンになってるかなと、意外となんですけどね。
なってて、エフェクターのノリがいいなって聞いて思ったんですよね。きっとこうミドルがしっかり倍音が出ているから、こうペダルを踏んだ時の例えばディストーションの歪みとかね、あとワウペダル、フィルターあたりかけても聞きがすごいいいトーンだななんて思って弾いてました。このベースの音って結構いろんなトーンが実は出て、これパッシブ電池なしでアクティブ電池ありで 18V 乾電池2つ入っていくので、割と音のバリエーションがこれだけでも作れると。でアクティブにした時に3バンドの EQ でピックアップセレクターがこうあって、でブーミーな低音がツッと効いたところから、こうミッドのパンチが効いたのでリアで弾くみたいな、いろんな音色試せるんで、結構ねレコーディングに重宝するんじゃないかなと思いました。であと、これどんな人に使ってほしいかなって考えた時に、割とライブはもちろんね見た目もかっこいいし楽しいんでいいんだけど、自宅録音っていうのもありかなと思いましたね。っていうのも、これ自宅録音すると結構エフェクターたくさん使って遊んだりとか、 LINE に乗った信号に対してこういろいろパソコンとかねエフェクター使って音を変えていくっていう、芯がしっかりした音なのでライン乗りがいいなっていうふうに思いました。ローミッド、ハイミッドしっかり出て倍音が出てるのでミックスもしやすいんじゃないかなと思っているので、ぜひ自宅録音で曲を作っている人なんかはね、このベースを手に、新しい曲作ってほしいなと思っています。今回いきなり僕を中心にして側の2人の楽器が変わったっていうことなんですけど、不思議な音をしている感じがしていて、今までのフェンダーらしい音ってすごくこう広域がきらびやかな印象があって下がこう柔らかいっていうイメージがあったんですけど、なんかこう中域の張りみたいなものがすごくこう感じられてですね、ドラムとしてすごくこう点が分かりやすくなって聞こえた感じがあって、ハンバッカーなんだけどなんかこうシングルっぽいなんかこの点の分かりやすさみたいなのもあって、なんかこう今までにない音をしている感触がドラマー側から聞いているとすごいあったので、だからなんかこうアプローチが飛んでくるアプローチがなんか何やってるかすごい分かりやすかったっていうのはすごい大きい感じですね。なんかフェンダーの僕の勝手なイメージなんですけど、なんかこう時代に合わせて楽器を作るのがすごくうまいメーカーさんだなと思っていて、でそのメーカーの大小問わずこう堅実なっていうんですかね、こう歴史を守ってみたいなメーカーもすごく素敵だと思うんですけど、歴史を守りつつこう時代の音楽にこうフィットする楽器をなんか作り出していくっていう、なんかそういうところにすごくフェンダーの魅力を日々感じているので、最近楽曲作るときにフェンダーの使用率がますます上がってきているというのはすごいあるのでですね、今回もやってくれたなという感じがしますね。はい。